またダブル800が展示されておりますステージに向かいまして、右手こちらには激闘の記憶も新しい鈴鹿8時間耐久ロードレース優勝マシンと川崎レーシングチームライダーのレーシングスーツを展示した特設コーナーや、あちらのステージにはダブルシリーズの歴史と進化を確認できる川崎500目黒 K2 と650ダブル1を、そして立体展示コーナーには新形状のアッパーカウルと新しい LED ヘッドライトを採用した忍者650を展示しております。以上で川崎重工業株式会社の東京モーターショープレスブリーフィングは終了となります。カメラマンの皆様はどうぞ引き続き話題のニューモデルの撮影をお続けください。またご質問などもお受けしておりますので、どうぞお気軽に川崎のスタッフまでお尋ねください。ただいまよりプレス様向けの QR カードをお配りいたします。こちら